1975年、佐賀県で起きた女性連続殺人事件。1989年の14年間にわたり、4カ所の市町で発生したこの事件。被害者はすべて女性で、7件中6件がある曜日に犯行が行われております。未だ犯人は捕まっておらず、時効を迎えたこの事件。今夜のキーワードは、水曜。今の時代になっても謎が残り、真相は明らかにされておりません。人はこの犯人をこう呼びました。水曜日の考察魔。第一の失踪。1975年8月27日水曜日、佐賀県北方町で当時中学1年生だった山崎富子さんが留守番をしていた家から失踪。当時夏休み期間で日中まで友達と自宅で遊んでいた山崎さんは、午後7時以降に自宅から謎の失踪をしています。失踪時の状況が、テレビがつけっぱなし、風呂場にスカートが脱ぎ捨ててある、普段よく履く靴が置かれたまま、そして何より争った後も物色された後もなかったことから、顔見知りによる犯行ではないかと疑われていました。しかしその5年後の1980年6月27日、山崎さんは佐賀県白石町の須古小学校で白骨遺体になって発見され、佐賀女性7人連続殺人事件の一人目の被害者となってしまいます。発見現場は小学校のプール横にあるトイレの便槽の中で、100個ほどの丸石を積んだ状態で隠すように遺棄されていたそうです。第2の失踪。1980年4月17日土曜日、佐賀県岸間郡大町町で当時20歳だった百武律子さんが留守番をしていた自宅から突如失踪。午後11時半ごろ、喫茶店のアルバイトを終え帰宅した百武さんは、一人で留守番をしていたところ、自宅から失踪をしています。失踪時の自宅の状況は、百武さんが着替えた痕跡があり、自宅で争った形跡もなかったため、1件目の事件同様、顔見知りによる犯行とみられ、犯人は1件目と同じなんじゃないかとも噂されました。そして失踪から2ヶ月後の1980年6月24日、百武さんの遺体発見によって、同一犯という噂は確信へと変わり、警察の捜査が本格的に進み始めました。百武さんの遺体発見現場は、第一被害者の山崎さんと同様、須古小学校の北側校舎の便槽の中だったのです。死因は首を絞められたことによる窒息死で、発見時は全裸で腐乱した状態でした。また失踪して数日後に、犯人から百武さんの父親宛に、娘は帰らないだろう、お前も苦しめという手紙や、人探しのテレビ番組には出るなという脅迫の電話がかかってきています。第3の失踪。1981年10月7日水曜日、佐賀県北方町で当時27歳の池上千鶴子さんが仕事帰りに失踪。縫製工場の勤務を終え、午後5時ごろにスーパーで買い物をしていた池上さんは、駐車場で目撃されたのを最後に失踪。1981年10月21日に遺体として発見されました。最後に目撃した職場の同僚は、乗用車に乗った男性と親しげに話しているのを見たと言われていますが、既婚者だった池上さんとの恋愛関係はないとみられ、すぐに捜査線上から外されたため、犯人という可能性は低いと思われます。遺体の発見現場は、勤務先の工場から約40キロも離れた場所。
殺害方法は電気コードによる絞殺、性的暴行がないことからもこれまでの事件と共通している点が多い反面、急に遺体遺棄現場が変わった第三の失踪、犯人は何を目的としているのでしょうか。第四の失踪。1982年2月17日水曜日、佐賀県北重安町で当時小学5年生の西山久美さんが下校中に失踪。午後4時20分ごろ、途中まで友達2人と下校をしていた西山さんは友達と別れた直後に失踪しますが、失踪直前、怪しい人物と一緒に乗った西山さんを数人が目撃していたそうです。初めて犯人像が明かされ、複数人が目撃したとされる第4の失踪ですが、失踪の翌日、西山さんもまた佐賀女性7人連続殺人事件の被害者となってしまいます。遺体発見現場は北重安中学校のみかん畑で、ランドセルを背負ったままストッキングで首を絞められていた西山さんは、この事件で最初で最後の性的暴行を受けたとされています。第5の失踪。1987年7月8日水曜日、佐賀県武雄市で当時48歳の藤瀬澄子さんが帰宅中に失踪。仕事終わりに同僚とスナックへ行った藤瀬さんは、知ってる人がよく来る店があるからもう一軒行こうと誘ったところ、同僚に電車の時間があるからと断られ、その場で別れることになりました。一人になった藤瀬さんはそのまま帰宅する途中で失踪したと言われていますが、これが後の北方事件の始まりとなります。藤瀬さんは1989年1月27日に北方町大峠の崖下で白骨遺体として発見されますが、藤瀬さんと同時に2人の遺体が発見されました。第6の失踪。1988年12月7日水曜日、佐賀県北方町で当時50歳の中島清美さんが自宅から外出後に失踪。失踪当日、家族にミニバレーボールに行ってくると言い残し、普段通り徒歩で出かけた中島さんはバレーの練習場にたどり着くことなく、約1年後にフランシュタイで発見されます。発見現場は第5の被害者同様、北方町大峠の崖下で絞殺による窒息死だったそうです。第7の失踪。1989年1月25日水曜日、佐賀県北方町で当時37歳だった吉野達代さんが自宅から外出後に失踪。家族と食事中だった吉野さんは自宅にかかってきた電話を取ると、友達を山内町まで送ってくると言い残し、車で外出をしたまま行方不明となりました。当時の服装は白のスカートにカーディガンだった吉野さんは、失踪から2日後、藤瀬澄子さん、中島清美さん同様、北方町大峠の崖下で遺体として発見されました。情報を集めるにつれて、一連の事件の中で若干異なる犯行内容、7件のうち1件の事件が水曜日ではなく土曜日の犯行、そして他にはない1件だけ性的暴行の後、この事件は本当に同一犯の犯行なのでしょうか。容疑者として挙げられた3名の男性、水曜日というワードに関連付けられながらも垣間見る統一性のなさ、この事件は計画的犯行だったのか、それとも快楽的殺人だったのか、容疑者である M の本当の目的は何だったのか。事件の容疑者 M。 1989年11月第7の被害者吉野さんの交際相手だった M に警察は任意による取り調べを行いました。当時覚醒剤取締法違反で拘置されていた M は取り調べで犯行を認める上申書を書いています。しかし車の中で女友達の写真を見つけられ口論となり吉野さんを殺害したと自供をしていた M は一転、吉野さん殺害を否認し、警察側も決定的な証拠がなかったことから立件が見送られてしまいます。2002年6月11日窃盗未遂罪で服役中だった M を吉野さんを含めた3件の殺害容疑で再逮捕。藤瀬さんの殺害事件の公訴時効が間近だった警察は時効成立の6時間前に起訴し死刑を求刑しますが、
証拠の乏しさや上申書の証拠的価値のなさで M には無罪が言い渡され、精神的苦痛を与えられたということから、国から M へ580万円が支払われてからこの事件の捜査は終わりを迎えます。犯人として疑われ続けた M ですが、事件の中では M 以外にも容疑をかけられていた怪しい人物がいました。第1、第2の事件の容疑者 U。 2つの事件の容疑者となった U は、素行が悪く過去に別件で起こした婦女暴行の容疑で逮捕されました。彼に疑惑を向けられた最大の要因は被害者2人との関係性にあります。白石町在住の農家だった U、 自宅は遺体発見現場だった須古小学校のすぐ近くにあり、彼自身もその小学校の出身者だったため、事件発生から U はすぐに容疑者として扱われました。警察の取り調べによって分かったことが、第一被害者の山崎富子さんの母親が働いていたクラブ K の常連客であり、第二被害者の百武さんとその姉両方の交際相手で、百武家とトラブルがあった U は女性への執着心がすごかったと言われています。そして何よりも百武さん失踪後に百武家に送られてきた手紙の便箋が U の自宅にあったものと同じだったということと、手紙の筆跡が U のものと一致したことが一番怪しいのではないでしょうか。これだけの情報が揃い、警察は U を脅迫の容疑で逮捕しましたが、U は容疑を否認し続け、手紙の件も決定的な証拠にならず、捜査は打ち切りとなりました。こんなにも怪しい容疑者である U ですが、百武さんの姉との婚約を百武家の両親に反対されたから百武さんを殺害したということはないでしょうか。失踪後、百武家に届いた手紙には、娘は帰らないだろう、お前も苦しめと書かれてあり、まるで婚約を反対したことへの恨みがこもっているようです。山崎さんの件に関しては、山崎さんの母親との関係で山崎さんが邪魔になったから殺害したなどと言われることもありますが、勤務先のクラブが変わっても常連になるほどの理由ならあり得るのではないかと我々は考えます。第4の事件の容疑者 A。 第4の事件で西原久美さんが殺害された2月17日に、現場周辺を白い車でうろつき、女性や下校中の小中学生に片っ端から声をかけていた怪しい男 A がいました。昼頃、犯行現場から北に約 1.2 キロ離れた国道34号線沿いのバス停にいた主婦に対し、 A はしつこく自分の車に乗るように言い寄ったが、主婦が警察を呼びますよと言うと、 A はにらみつけながら車に戻っていきました。その後、 A と思われる人物は午後2時半から3時にかけて、バス停から約5キロ離れた三田川町の小学校に現れました。 A は校内に入り込み、下校中の女児をトイレに連れ込もうとしたが、女児は大声で泣いたため何もせず逃走しています。そして午後3時10分から4時過ぎごろ、 A は犯行現場になった北重安町の町道付近で下校途中の小中学生に声をかけています。この後、西原さんを殺害したものとみられています。この第4の事件では他の事件とは違い、遺体に性的暴行をされた形跡があったことから、別の犯人がいたのではないでしょうか。今回ご紹介した事件は今になっても解決しておらず、すでに時効を迎え、容疑者である M に対しても無罪判決が言い渡されています。第1の殺人から第7の殺人まで、ここでは7名の被害者をご紹介しましたが、実際問題、本当に被害者がこれだけなのかは定かではありません。我々が今回考察する中でたどり着いた答え、それは単独犯ではない、複数人犯人がいたんではないかということ。一つの殺人事件として扱われた事件、実際のところはそれぞれ別々の殺人事件ではなかったのかということ。第1、第2の事件は U、 第4の事件は A、 第5、そして第6、第7の事件は M、 第1から第4までの事件が水曜日に起きていたことが多かったことで、 M は
模倣犯となったのではないか。先ほども言ったようにこの事件無罪の判決が言い下されており、今となっては真実が明らかになるのは難しいかもしれません。実際 M に関してはこの瞬間も日本のどこかで生活をしています。疑うは罰せず、ネットなどでは本名が開示してありますが、判決が降りた以上個人のプライバシーのもと本名の開示は控えさせていただいております。どんな視点から見ても最終的には謎しか残らないこの事件。あなたは一体この事件の犯人誰だと思いますか？